アイザック・ヘイズ、アイザック・リー・ヘイズ・ジュニア、イザーク・クリー・ヘイズ・ジュニア、1942年8月20日から2008年8月10日は、アメリカ合衆国テネシー州出身のミュージシャン、俳優。1960年代において、スタックスレコードにて、パートナーのデイビッド・ポーターと数々の楽曲を提供、プロデュースし、サザン・ソウルの発展に寄与した。2005年には、 ポーターと共に、ソングライターの殿堂入りした。1971年に公開した映画、黒いジャガー、現代、シャフトの音楽制作に関わり、主題歌、黒いジャガーのテーマがヒットし、アカデミー歌曲賞、グラミー賞映画、テレビサウンドトラック部門、ゴールデングローブ賞作曲賞を受賞した。2002年には、ロックの殿堂入りを果たしている。また、 俳優としても活動しており、いくつもの映画にも参加。1997年から2005年にかけて、アニメ番組、サウスパークで声優を務める。1942年に、テネシー州のコンビ島にて、アイザックシニアとユーラのもとに二番目の子として生まれるが、後に、両親は亡くなり、祖父母のもとで育つ。彼は高校を中退したが、以前の教師の励ましにより、 21歳の時、マナサス高校の卒業証書をもらうことになった。音楽のキャリアとしては、地元の教会にて5歳の時より歌い始め、間もなく自己流にて、ピアノ、ハモンドオルガン、フルート、サックスも学ぶようになった。その後メンフィスに移る。1962年に本格的に音楽活動を開始、メンフィスを拠点に1960年代中期より、 スタックスレコードで、スタジオミュージシャンとして活動し、オーティス・レディングや、ウィルソン・ピケット等と演。ソングライターのデイビッド・ポーターと共に言う、Don't Know Like, I Know, ソ l ルマン、When Something Is Long With My Baby や Hold On, 早い無古民、全米21位、R&B チャート1位といった楽曲を、サムデイブに提供し、ポーターやスタックスのスタジオバンド、ブッカー t ・ t g s と、 サムデーブ、カーラ・トーマスや他のスタックスのミュージシャンプロデュースし、スタックスに名声を寄与していった。1968年にデビュー作、プロゼンティング・イザーク・ヘイズをリリースしたが、商業的には成功しなかった。自作、ホット・バター・ド・ソウルを1969年にリリースし、ヒットする。トリプル・プラチナ・ディスクに輝いた。スタックスは1967年に、 アトランティックより独立して間もない時期であり、半券もほとんどアトランティックに渡っていた。加えて、同じ年に、稼ぎ頭のオーティスレディングが航空機事故で亡くなり、スタックスが危機的な状態でのヒットであった。結果として、スタックスの副社長のアルベルは27枚の新しい、アルムを1969年内に完成するように、求め、ホットバタードソウルがそれらの中で、 最も成功した。1971年、映画、黒いジャガーの音楽を制作。サウンドトラックアルバムは、全米1位、全英17位に達し、グラミー賞映画、テレビサウンドトラック部門とゴールデングローブ賞、作曲賞を受賞。テーマ曲、黒いジャガーのテーマ、テーマフロムシャフトも、全米1位を獲得し、アカデミー一家曲賞やグラミー賞の、 インストゥルメンタルアレンジ部門を受賞。また、1971年発表のオリジナルアルバム、ブラック・モーゼスも、全米10位の成功を収め、グラミー賞のポップインストゥルメンタル部門を受賞。1972年8月20日に、ロサンゼルスメモリアルコロシアムで行われたコンサート、ワッツ・タックスの鳥を務める。コンサートを収録した映画、ワッツ・タックス、スタックス・コンサートは、 翌973年に公開された。1974年には、タフガイズ、トラックターナーといった映画に出演し、以後、俳優としても活動。1977年、ディオンヌ・ヌワーウィックとの共演版、A マン &A ウーマンを発表。1997年、アニメ番組、サウスパークで、シェフというキャラクターの声優を務める。当初は、 単発のゲストとして出演したが、視聴者から好評だったため、レギュラーとなった。しかし、同番組のエピソードの中で、アイザックが信奉しているサイエントロジーがネタにされていたため、2005年末をもってアイザックは番組を降りる。2006年、アイザックは、この件に関し、信仰というものは人々にとって神聖なものであり、常に敬意を払われるべきだ。40年にわたって、 市民運動をしてきた者として、人の信仰や習慣に敬意を払わない章に協力することはできないとコメントした。2008年8月10日、アイザックはメンフィスの自宅のベッドルームに置かれているランニングマシーンでエクササイズ中に倒れた。午後1時頃、外出先から帰宅した家族に発見され、病院へ緊急紛争されたが、そこで死亡が確認された。後に、死因は、 脳梗塞であることが発表された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。